どうも、哲学とです。今回はですね、シーズン25も終わりに近づいているということで、シーズンがね、終了する前に、これだけはやっておきたいことということでお話ししていこうと思います。シーズン25はですね、特殊なバフとして、この、ソウルシャードと言われるね、特殊なアイテムを、このシーズン限定でね、使うことができたんですけど、こちらの方ですね、シーズンが終わってしまうと、すべて削除されてしまいますので、基本的にはですね、シーズンの最終日になったら、すべてね、砕いてしまうか、あるいはカルデさんの、絶望に使ってもらうのがいいかなと思います。これ、鍛冶屋で砕くとね、宝石3つに、変換できて、でその宝石はね、ノンシーズンの方に持っていくことができますので、シーズンの最後にね、最終日に、これを全部ね、砕いてしまうってことをやるといいかなと思います。ランク3まで育てたものに関しては、カルデさんの絶望のね、ネタとして使うことができるんで、宝石が余ってればね、このエンシェントアイテムの強化で、エンシェントでね、ちょっと、カルデさんかけておきたいもの、カルデさん125をかけておきたいものなんかに、使ってあげるのがいいかなと思います。で、他に関してはね、他の、どのシーズンでも共通する内容になってくるんですけども、保管庫ですね、シーズン中は350個まで、拡張すれば使えるんですけど、結構私も満番まで普段使ってて、最終日に何をするかっていうと、ノンシーズンに持ってかなくていいアイテムを砕くっていう作業ですね。これも全部、鍛冶屋でね、素材にすることで、忘れられし魂っていうね、素材にすることができますので、エンシェントアイテム、レジェンダリーアイテム、あとは、あれですね。プライマルとかでも、明らかにやっぱりノンシーズンに持ってって使わないなってものは、この忘れられし魂の方にね、砕いて、しまうのがいいんじゃないかなと思います。忘れられし魂はね、最短像なんかで、たくさんね、消費しますので、たくさんね、砕いておくことで、ノンシーズンでね、装備を揃えた時に使えたりするので、基本的にアイテムは、なんていうか、最終日過ぎて、なんていうか、その後に整理するんでもいいんですけど、なるべくね、先にこう、コンパクトにしといた方が、後々楽だと思いますので、シーズン最終日になったら、ソウルシャドウを、処分するっていうことと、あとね、不要な装備品を、処分しておくってことをやっといてほしいなと思います。次回ですね、実際シーズンが終わった後の、手続きについてお話ししていきますので、ぜひね、そちらの動画も合わせて見ていただければなと思います。どうも、今回も動画見てくださってありがとうございました。哲学とでした。